はい、今日は葉っぱのもの、グリーンだけで飾るという話をします。夏場になってくるとどうしてもお花じゃなくてもこの植物がね、お水が腐りやすくなっちゃうのであんまり長持ちしない。で、特にお花ものだとすごくダメになるのが早くなってしまう時期になります。そういう時期って何もお花をここに、花が咲いているものをここに持ってこなくてはいけないっていうことは何もないので、葉っぱだけ、木の枝だけ、つるだけをポンって入れても全く構わないわけですね。で、お花屋さんに行くと葉物はもちろん売ってます。こういうのとかいろいろ売っています。そして枝物も売っています。でも買わなくっても葉っぱのものっていうのは夏だったらどこにでもありますよね。特にお庭がある方はもうお庭のお手入れをすれば必ず葉っぱのものが出ます。もちろん花の葉っぱをちょっとすいて落としたとかいうものは使えないんですけど、こうやって枝を切り落としたっていうような場合は使えますし、こう雑草を抜いた時にも雑草の花ってありますね。これなんかは特にお花っていうよりは稲穂みたいな感じなんで、このグラスとして使うことができます。お花屋さんでもグラスは、イネ科のグラスをたくさん商品として売っていますので、生えていればもう雑草とバカにせず使うと賢いというか便利だと思います。そしてこういうようなつる、これもうちで先ほどこれ伐採したんですけど伸びすぎちゃったので、このも綺麗だから捨てるのがもったいないと思ったら飾っちゃえばいいですよね。こう入れ物に入れて、これちょっと切れちゃいますけど、この画像だとこう高いところに置いとくとつるを見ることできますよね。だから高い棚の上に、刀の壁に沿わせて垂らしといて飾るっていうこともできます。多分これなんか根っこが生えてきちゃうと思いますけど、だから根っこが生えてきちゃったらもうちょっと飾っとけばいいんですよね。これアイビーの仲間、大きいですけど、なので十分葉っぱだけでも綺麗に飾れるので飾ってみたらどうかなというお話です。お花屋さんでも売ってるし、もちろん雑草でもいいし、こういう雑草もありますね。もう本当に何でも使えるものを使っちゃい、お花屋さんで売ってる葉っぱはこういうのがありますね。こういうのもいいし、何かこれアレンジメントの形に作らなきゃいけないっていうことも何にもないです。見ての通り今これボンって入れただけだけど、なんとなく形になるじゃないですか。葉っぱだけですよ、これほとんど取ってきた葉っぱだけ。さすがにこの谷あたりはあんまりご家庭には生えてないと思うんですけど、他は環境のいい方だったらお庭とかその辺でバシバシと切ってくるだけ、あとは隣のお宅で枝切ってたらこれくださいって一枝もらってくれば OK で、葉っぱ、ほとんど葉っぱ、もちろん花がついてはいます。これは厳密に言えば花ですけれども、花びらがあるお花と比べると断然長持ちしますので、こういうのを夏場は飾るのもおすすめです。